こんばんは。こんばんは。こんばんは。初の姿止まらないドキドキ帰り道止まりしてでも君の歌を浴びて感じたはいもうちょいまだもうちょいもうちょいこんばんは。夢を描いた教室から僕ら大人になってゆくんだ。はい、シティ君こんばんは。ヤッホー、ヤッホー。え こんばんは、ヤッホー。池尻もヤッホー。まだ、そっか、9時半、まだギリギリやってるんだ。楽しんでるかーい。無音だけど楽しんでるかーい。私も痛かったな。ショールームがなかったら私もまだ瑞希ちゃんの写真撮って痛かったな。ファイザークセさんこんばんは、ヤッホー。千葉です。ファイズアクセルさんって前さアクセルファイズさんじゃなかったっけ。勝手に私がアクセルファイズさんって呼んでただけ。なんか逆だった気がする。そんな気がする。はい、私は言うて帰ってきたばっかりなので顔がねボロボロ。今日はライブもあったし、ぬみずきちゃんの先取り特典のオフ会を、さっき会じゃないな、サキドルのハガキ特典の撮影会が今日あって、さっきして終わってきたって、ご飯を食べて帰ってきたところです。イエイ、ご飯食べちゃった全然なんかなんだろう、9時半から配信するって言って間に合わないと思ったのに、9時半にはギリギリ家に間に合わないと思って電車に乗ってたら全然8時15分とかに、8時15分言い過ぎた、9時前とかに駅に着いちゃって、ご飯食べれると思ってご飯食べてバス乗って5分前ぐらいに帰ってきたとこです。うどんを食べた。昨日もうどん食べた。昨日もうどん食べた。今日も昨日もうどんを食べてしまった。冷たいうどんが食べたくて、最近冷たいうどん、昨日は牛肉の入った冷たいうどんに鶏天とエビ天でしょ、今日は塩豚、豚肉の乗った冷たい温玉うどんに、なんだっけ、鶏天とさつまいも天だった。天かすがね最近ね好きなんじゃ、マイブーム、マイブーム。なんか天かすをめちゃくちゃうどんに入れて、まだサクサクのうちに麺と一緒に食べたい。麺のさ、うどんの美味しい感じ、美味しいうどんと好きな感じのサクサクした天かすが好き。いい感じ、いい感じです。うどん好き。なんかね、一時はね毎日ラーメン食べたくて結構週4ぐらいでラーメンを食べてたんだけど、最近はねラーメンよりうどんなんだ。
なんでだろう。うどん食べたい。うどん好き。麺類はそば以外はね、何でも好きです。そばはあんまり好きくないんだけど、そば以外はね、何でも好き。スパゲッティとか、スパゲッティとうどんとラーメンくらいしか、まあ、ないんだけど、好き。そうめんも好き。そうめん。ファイザーアクセルさん、ライブで同じ立花さんと、知らん。立花さんと被ったことはあるって言われても、私も知らん。一言で言うと知らん。だってそんなねえ、そんな全アイドルの立花さんを把握しているわけではないし、なんか別にね、ライブ、そんなみんなのライブずっと見てるわけじゃないし、そんなさ、知らんよ。知らんオブ知らんよ。ゆうえくん、やっほー、こんばんは、ありがとうございます。天かす別にそんなそこまで入れないよ。なんか人よりは多いぐらいだけど、その埋まるほどは入れない。埋まるほどでもない。普通だから、まあ、普通なの。普通もうなんかね、3連休ライブと、まあ、昨日もライブか、ライブしたな。ずっとライブをやって楽しかった。土曜日から3日間ずっとライブをしてて楽しかったです。楽しい3連休でした。ちょっとね、疲れたけど、なんだろう、さっきまで全然なんかもう疲れてなかったのに、すごい疲れた、眠たい。本当にさっきまでさ、帰るまでは全然もうなんかショールームして3連休終わるとかって思ってたけどさ、もうすごい眠たい、帰りたい。家にいるのに帰りたいって言っちゃうぐらいちょっと辛い、疲れてる。寝そう、もうこのまま寝そうなレベルでね、もう疲れた。寝ないよ。寝ないし、今日は特にやることないから寝るか。早くは寝るけど、早くは寝ないか。なんだろう、もうね、疲れた。疲れたしか言えない。なんかショールームだからあんまり疲れたとか言っちゃダメだよなって思うんだけど、本当にね、もうね、喋れない。喋りたくない。喋れない。もう口が回らない。帰りたいな。中学の時からずっと言ってる。家にいるのに、ああ帰りたいって思う時があって。でも今家だよな、帰ってるよな、どこに帰るんだろうって言って、前友達がいる時に、が家に来た時に帰りたいって言っちゃって、どこに帰るの、海って言われて、多分母なる大地、母なる海に帰りたいみたい。おう、そういう感じ。なになに、こんばんは、やっほー。ゆめくん、3連休のうち2日は卒業、辛いね。もう辛いね、それは。なんか春ぐらいに、3月4月ぐらいはアイドルの卒業が多いよねってずっと思ってたんだけど、ちょうど卒業シーズンだし、学業にとか学業に専念とかあるじゃん、多いけど、なんか今年はアイドルの解散が本当に多い。信じられない。なんでっていうレベルで、ね、アイドルの解散が多い。なんか好きなアイドルじゃなくてもすごい、なんかなんだろう、どうして解散するんだろうって不安になることが多い。
なんか1回でも名前を知ってるアイドルが解散するっていうと本当にね、驚愕の事実ドッカーンって感じ。3連休って言っててもね、3連休じゃない人もいるからね。本当にこういうみんなが3連休の時に3連休じゃない人のおかげで私たちは3連休を過ごせているわけだから、本当にありがたいよね。ありがたさしかないわ。ありがとう。私は今充電器に落書きをしました。なんか充電器に今落書きを今しました。なんかちょっとこう手悪さしてて、あ、書きやすそうと思って落書き。私のです。もうこれで私のもの間違えたと思って帰る人はいないだろう。今日さっもうね、いろいろ忘れ物してきちゃった。いろいろ、まあ1個だけなんだけど、さっき撮影会があって、先にショールームがあるから帰らせてもらったんだけど、駅に着いたぐらいの時にまなみから電話が来て、どうしたんだろうと思って出たら、化粧ポーチを忘れてきたらしく、忘れてきたっていうか貸したのね。私結構油取り紙とかメイク落としとかいろいろ化粧ポーチに入ってて、大きい化粧ポーチに、まあ、私の顔がほとんど完成する化粧ポーチに入れてて、それを貸したのね。誰だっけ、メンバーの誰かに貸してって言われて貸して忘れてきたの。そのまま返されないまま置いてきちゃった。明日もちょっとキュインズで集まる用事があって化粧しないといけないのに、私は化粧道具を9割型置いてきた。どうしようとりあえずまなみにごめん、持って帰って明日は持ってきてくれるって言って明日持ってきてもらうようにはしたんですけど、どうしようあーじゃあ明日でいいや大丈夫とかって言ったけどね、厳密にはね全然大丈夫じゃないの。どうしようっていう焦りしかない。マジで困った、大変困った。メイク道具がないと生きていけない。なんかファンデーションはあるから、あるのと前使ってたやつがあるけど、一番残念なことに眉毛が家にないんですよね。この私の眉毛を描くアイブロウさんはちょっと無愛のやつもなくて、全部この前全部捨てちゃって、前使ってたやつとかもう残り少ないやつとか全部捨てちゃったから、眉毛がポーチにしかなくて、なんだろう、前すっぴんでも眉毛だけは描いて生きてたから、私眉毛がないと生きていけないかもしれない。あとこの目の下のキラキラ、これがないとね顔が死にだからいけないかもしれない。辛いこんな深く、一生の深く。でもね、リュック背負った時になんか軽いなと思ったの。軽いなと思ってリュックを背負った時に、でもなんかキャリーバッグの方に結構行き石より帰り石の方がギュって詰めるから、行きよりちょっと中身汚いっていうかギュって詰めるから、その時にちょっと重かったものをキャリーに入れたと思い込んだの。リュックにそのヘアピンとか化粧ポーチとか充電器のポーチとか財布とか、こうポーチしたやつをいっぱいボンボンボンって入れてたんだけど、でいつもその化粧ポーチは結構重いからキャリーに入れてて、で今日はその撮影会の服があったから入れれなくて、辛い、わおって感じ置いてきちゃったって感じ。泣いてるマジで全力で泣いてる。明日はとりあえず事務所までは頑張っていこうと思います
とりあえず、ね、とりあえず事務所まではね頑張ってね、なんとか生きていこうと思います。生きていくわ明日は。のりのりね、泣いたよね。私も泣いてるの。フリーゲイに来月1回だけ行けないっていう辛さな事件が起きちゃって泣いてる。本当にみーたんの誕生日も祝いたいけど、ゲイのライブに行きたい。マジでもうただのオタクオタクだから、限界ガチガチゲーオタクだからさ、本当にどうしよう。まあどうもしないんだけど、みーたんのライブに出るんですけど、みーたんの生誕祭に出るんですけど、ゲイのライブ時間絶対被ってるよね。絶対被ってるキリンズ主催だから、まあ、何があろうとずれることはない。くっそーって感じ、くっそーって感じ。頑張って生きるわ。あつしさんこんばんは。やっほー、こんばんは。何や、はくちゃん、はくちゃんと通称はねいいと思う。とても楽しい、はくちゃんとの通称は。白鳥白鳥の生誕はね売り切れちゃったから、側近のゲイはね明日かな、あ今日か、今日だったわ。側近でチェキが取れるゲイはいつだっけあんまり把握してない。26にゲイはリリーベがあるんだけど、リリーベは特典会がないからチェキ取れないのよ。側近でチェキ取れるのいつだろう、わかんないや。把握してなさがやばい。推しのことはね、推しのツイッターで知るからね、そんな先々まで私把握してない。自分のスケジュール把握で大変、マジで。もう今月、今週、先週から今週にかけてが忙しすぎて、もうオフないから、もう勝手にねオフじゃない日にしてる日もあるんだけど、ゲイ行ったりとかで、マジでオフないから楽しい、大変。はい、やばい、眠い。だからもう帰りはね、うどんとか食べながらずっと明日化粧どうしようってしか考えてなかった。マジで辛い。ちゃんとなんか貸したら回収しようと思って、なんだっけ、なんかメイク落とし貸してって言われて、ポーチ漁ったらあるよって言っちゃったもん。スケルツにさ見られてさ、あれなもんとかもないから全然オープンだからさ、あじゃあ化粧ポーチ当たったらあると思うよって言って、はいって化粧ポーチ渡したり、自分もなんか身支度用意をしてたから回収すればよかった。そのメイク落としだけ渡せばよかった。くっそ、帰るまで、しかも駅に着いてまなみが電話してくれるまで忘れてるっていうね辛さ。まなみもすごいね、なんかやばいよゆり、猫のアナスイのポーチ忘れてるよって、やばいよって言ってくれて、ありがたき、ありがたさしかない。やばいものとして認定してくれてるから。なんかさ、これユリのとかって結構普通のタオルとかの忘れ物とかだったら写真撮って、これユリのかなって言って LINE とかで送ってくれるの、これ誰のみたいな、じゃなくてもう電話でやばいよって言ってくれたってことは、もう本当にやばいって思ってくれてる。確かにやばい、確かにやばい。顔があれに入ってる大事なものはね、もうとりあえず目関係すべて入ってるでしょ。この目の下の赤以外はすべて持ってる。うん、目の下の赤は家にあるから家にあるでしょ。で目の下のこうキラキラも、まあここまではいかないけど、まあ代用は効くかな。うん、アイシャドウは家にあるかな。アイラインはないな、アイラインは家にはない。と二重もない、二重アイプチっていうか何だろう、書いてるんだけどちょっと目を大きく見せようと、もうないでしょ。マスカラもないね、ないね。うんうん、あるっちゃあるけどちょっとダメなやつしかない。眉毛ね、眉毛一番大事な眉毛がない。あとはチークがないね。チークはでもなんとかなるから、家にあるから、
前買って失敗したなんか色はいいんだけど形が塗りにくかったみたいなやつが一応あるでしょ。ファンデーションは家にファンデーションは家にしかないからもう 家で大丈夫。あとは口紅は別ポーチだからある。いける気がしてきた。うん、明日事務所に行くまでぐらいはいける気がしてきた。いけるわこれ。なんとか顔を生かして頑張って明日生きていこうと思います。はい、眠い明日ね事務所に行くのもね夕方なので今日は目いっぱい寝る。もう全力全身全霊で今日は目いっぱい寝るぞ寝ましょう。今日は本当に寝ないとちょっと生きていける気がしない。いける生きるわ。ゲイのね白鳥白鳥さんの生誕祭がね、生誕祭のチケットはもう完売してるんですけど生誕祭の T シャツが今日までです。私は買いました。みんなもぜひみんなもぜひとはっていう話なんだけどぜひゲットして入金してね。ちゃんと入金しましょう。もうねゲイに会いたすぎてねゲイの予定を調べ出すっていうね暴挙。私が一番側近でゲイとチェキを取れるのは白鳥白鳥の生誕祭だ。でも生誕祭はもうねチケットが売り切れてるから直近で東京はほんと小野の生誕10月11日かな。うん遠征だね。10月からはゲイは遠征が始まってしまうのでちょっと難しいですね。あんまりでも予定が入ってないな。とりあえずツアーしか予定が入ってない。ということでキュインズもまだ9月ライブがあるんです。もう9月だ9月終わっちゃうよって9月24だよって思うじゃん。まだライブあんの。次のライブは木曜日3日後9月27日目黒鹿鳴館さんでライブです。平日目黒鹿鳴館さんのライブはね結構ねなんだろう異色カオス異色です。キュインズえここにみたいなキュインズっていう感じの対バンなのでぜひね見に来てください。あの負けたくない。結構他の対バン相手さんはねヘドバンだったりかっこいいシャウト系なんですけど可愛いキュインズも負けたくない。絶対にもうなんだろう優勝を狙いたいのでみんなに来ていただきたいです。ぜひ目黒ロックメーカー遊びに来てください。19時45分からです。お待ちしてます。そして9月28日魔剣組の日に吉祥寺シータさんでライブがございます。こちらもね台湾がとても豪華です。選ばれしさんとかすごい会ってみたい会いたいです。ぜひ吉祥寺シータ大きい会場なのでこの日も負けたくない。魔剣組番組まで持たせていただいているのでちょっと勝ちましょう勝ちに行きましょう。はい。そして9月の30日ラスト9月ラストに渋谷のクラブエイジアさんでライブです。うん、エイジアさんはなんだろうあれ以来かなキャンドル以来かな久しぶり半年ぶり以上の久しぶりのエイジアさんです。エイジアさんも広いです。意外と広いからねみんな遊びに来てください。
へいって。そして10月4日、10月です。10月4日は天使歌謡。10月6日は東京 FM ホール、大好きな君に会いに行く。ぜひみんな遊びに来てください。ライブでお待ちしております。そう、みんなにねティーンズが会える機会はライブがほとんどなので、ライブに遊びに来ていただきたいと思います。ということで、そろそろお時間ですね。30分だけの配信でしたけど、来てくださってありがとうございました。ということで、明日からも頑張ろう、明日からも頑張ろう。以上、私たちベッドできるアイドル、キュイーンズの立花ゆりでした。ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみ世界。